皆さんこんにちは、ももチャンネルのももかです。今日はなんと山梨県初のカフェレレというウクレレ教室の体験に来ました。こんな感じですごく桃畑が綺麗だったんですけれども、ウクレレって私も実際弾いてみたことなくて、どんな感じなのかなっていうのは気になっていたので、今日はいい機会に挑戦していきたいと思います。それではぜひご覧ください。こんにちは。はじめまして。よろしくお願いします。お願いします。ウクレレ教室のレッスンの様子はこんな感じです。個人レッスンとグループレッスン、どちらとも受け付けているので、気になる方はぜひこの動画を見て概要欄にお問い合わせください。こんにちは。こんにちは。はい、はじめまして。ウクレレ講師の岩堀です。よろしくお願いします。お願いします。はい、こんにちは。こんにちは。再び再登場。再登場。1年越しに再登場。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、カフェレレ。カフェレレ。カフェレレ。はい、自己紹介で、どちらから来られたんですか？ちょっとジェナス。お願いします。行きつかない街、横浜から来ました。もう行きつけの街。いやいやいや、みんな今日嫌われてる節が。なんでですか？いや、なんか横浜って言うと気取ってるっていう風に、出身どこって聞かれたら神奈川っていう。横浜素敵な街です。山梨の次どこが好きって聞かれたら絶対横浜って言います。マジですか？本当に本当にでもすぐ着いたの、本当に。車だとね、そうすぐだから。そう、あのさっき移住を勧めてほしい。移住、いや本当にいい街ですよね。空気が綺麗で、あとお水が美味しくて、ご飯がね、うん、すごく美味しいと思います。なんかあります、好きな、好きな食べ物。好きな食べ物じゃないもんですもし都会の方が見てたら移住でおすすめということで、移住してないんですけどね。本当にもちょっと来た時に大きく出ないですけど、あるかな。もうなんか移住チャンネルみたいな。横浜にも先生はね、あの教室があるので。そうなんです。まあ横浜も僕すごい好きなんで。はい、私も好きなのでいい感じにやっていけたらいいなと思うんですけど、今日動画を撮っているのはなんと甲府で教室が持っております。そうなんです。甲府でもあのウクレレとかギターをやりたいなということで。なんか触るの初めてです。あ、本当ですか？そもそも、うん、教室に来る方はほとんど楽器触ったことない人が言われるからですね。そうなんです。40代後半から60代ぐらいまでの方が多いです、10代とか30代が多いでしょって言われるんですけど。思いました、思いました。あ、全然子育てが終わって落ち着いた方々がちょっと何かやってみたいな、まあ昔やってみたかったけどできなかったからやりたいと。時間に余裕ができてとか。結構女性がすごく多くて、他の教室は9割女性なので、あ、そんな皆さんもあのお待ちしてますということで、はい、これは木じゃなくてカーボンすごいこう強いんで、あんまり壊れない。セールにアマゾンとかって7歳しなかったぐらいなんで、1万円切るんですか？聞きますか？ガチで。そうなんですよ。すごい。だからなんかこうちょっとね、手軽に始めるのがちょうどいいかなと思って、ここではまあ貸し出しがあるんですけど、やっぱりウクレレってこう触って練習して何本のところがあるんで、練習用に1本ちょっと買っていただくのがいいかなと思います。じゃあ実際ちょっとやってみますか？はい、お願いします。はい、お願いします。軽っ。そう、そこら辺を上から下に。おお、はい、せーの、せーの。最初はもうこれで。おお、こんな感じなんだ。そう、めっちゃ軽い。負荷がない。ハードルが低くなって始める。あ、本当ですか？うん、結構高めに感じました。感じました。そっか。で、右手でこう出して、はい、左手にこう触るところを変えると音が変わってます。で、今日は人差し指をこうやって使います。はい、で、親指を、あ、また変わった。せーの、はい、せーの。じゃあ今度は一個横に動かして番目を押さえます。ちょっとまた少し寂しいな、寂しいな。せーの。みんなどういうきっかけで
始めるんですか。あ、始めるきっかけですか。やっぱりなんか音楽やりたいっていう人多いですかね。自分で楽器弾いてみたいっていう人が、 あとギターやりたいけどハードルが高そうだから、ウクレレからっていう人も多いですかね。なんかあんまりウクレレやってるって人聞いたことなくて、ここ最近じゃないですか、すごく人気やってると。桜口の大桟橋、あそこでウクレレピクニックっていうフェスティバルみたいなのが、ウクレレの人たちが来る、有名なアーティストでもいます。高木ブーさんとか、あの人ウクレレか。高木ブーで今一番しっくりウクレレしました。この人はレジェンドだね。ウクレレレジェンドなんだ、あの人。なんで今多分高木ブーさんにもみんなしっくりきたと思うんですけど。あ、なるほど。寄ってて、芋を寄ってて、買ってください。